こんにちは。こんにちは。浜口浩生です。今回は梶山楓選手に来ていただきました。はい、楓は僕の2学年後輩の金谷体育大学出身です。なので2年ほど一緒にプレーしてました。楓の特徴は、相手の逆を取るいやらしいプレイヤーです。はい、あとは頑張れあとはよくウイレをしていました。ボコボコにされてましたので僕はたくさん練習しました。今では勝てると思います。頑張ります。終わり？あ、はい、1試合でも多く試合に出てチームに貢献できるように頑張りたいと思います。あと浩生くんの背中を見て成長したいと思います。およろしくお願いします。じゃあ